とんかつの上にかけるもの。うん、美味しいじゃんね。豚なんだけど、豚の肝こんな感じで作ってるね。10センチ以上になるんだけど、全部この汁がね、ほとんど玉ねぎなんですよ。非常に綺麗で、マネっこしました。あの方も黙々の黙だよね。強火でガーッと熱くしてブクブクしてきたら火を止めるっていうね、大変な仕事だ。するとか言って、それは生きてるから音を聞こうか。はい、行ってきます。だしはね、入れるときは鶏、あとこういう豚足なんだけど、あと椎茸とかこういう乾物、三四種類の、まあ、魚の乾燥したやつ、削ったやつ。始めて13年ぐらいになるのかな。ここはね、初期はお寿司屋さん辞められて、でうちの父が入って、が40年前だね。13年目じゃないですか、うんうん、その前なんか別の飲食の仕事をしてたと。飲食じゃないの、普通のサラリーマンが多分一番長い。いろいろ職は変えてる。こんにちは。あ、いらっしゃい。お久しぶりです。あ、おう、お久しぶりです。あ、おう、おう、あ、こんにちは。こんにちは。お母さん、お久しぶりです。お元気ですか。元気元気ラーメンいただきたいです。こんにちは、お久しぶりです。あお久しぶりです。元気にしてました。いや、よかったです、お会いできて。いらっしゃい。どうも。じゃあラーメンチャーハン。ありがとうございます。こんにちは。
お久しぶりです。あ、来ました。いや、よかったです、お会いできて。メニュー何個塩味の効いたうちわのチャーハンなんで、ちょっと強い味なんですよ。美味しかったなって思う塩味ってどのくらいだろうって、やっぱ強くしないと。一応そんな感じで作ったんですよ。だからちょっと強いんですよ。ラーメンチャーハン2つ。ラーメンチャーハンで。醤油ラーメン。南蛮定食。はい。マシゴリ。マシ？マシマシ盛りだね。そうです。そう。ありがとう。すみません。普通の南蛮定食でいいから。めっちゃ。ここに座ってね、マシゴリ。確かに。ここにある。なんかなんで一人こんなところに。ラーメンチャーハンやめて持ち手にしたいです。最近味が合わなくなって。
定食チャーシューチャーハンぐらい、チャーシュー卵チャーハンぐらい、うん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。今日見させてもらって量が多いなと思ったんですよ。まあ作る側の欲望なんですよね。ただ今僕も年だし、もう60近いんで、いざどうぞ召し上がってくださいって言われたら食えないですよ。ただ食べたいっていう欲ですよね、を満たしてるのかな。皆さん食べてもらって心地よさを感じるというか、幸せを感じるというか、いや本当そんな感じ。食べてくれるとすごい気持ちいい。何なんだろうねこれ。はい、はい、